表記あってみますと20センチ近く積もっています。現在山の市内18メーターの降雪量午後5時の時点で甲府川口湖でも42センチとなっています。この雪の影響で交通機関に影響が出ています。 JR 中央線東京方面上りの特急列車が全て運休、下りも一部運休です。中央道でも一部通行止め、高速道路は全線運休となっています。山梨県では大雪警報も出されていますので十分注意してください。以上 JR 東京駅前から中継でした。ここからは森田さんの解説です。これ今現在の雪雲の状況ですが、まだ南に強い雪雲というのはこれあるんですが、ここも警戒しなければいけない交通情報ですが、交通情報ではこれからが白い時間です。バスの駅は丸口3号です。
日中は午後から降ると降るとマイナス1ぐらい大丈夫だね。ああ、そうなんだ。もう冷えてるわ。増えた35センチ。レザー3号山の中です。まだいいよ。はい。